めっちゃいい場所っしょ。酒造みたいここね。酒造でお酒が飲める場所、うん、なんかお土産の場所もあるっぽいから行こうか。行こう行こう。なんかデートっぽいね。すごい、でもすごいよ、うん、明かりの感じデートっぽい。いい、これは俺とこの子のデートだ。ほらおいで。なんか言ってるよあいつ。どっち取るんだよ。ほら。じゃあ今日一日お疲れ様。お疲れ様。そしてガクもお疲れ。ありがとう。あれ打ち上げやるか。うん。じゃあ乾杯。同じビールで乾杯しよう。ね、美味しそう。地ビール頼みました。季節のビール。ん？なんかちょっとフルーツっぽくない？美味しい。飲みやす。なんだこれ？いちご？君、一気飲みしたの？一気飲み？すごいなぁ。喉が乾いてたんだ。すごい。乾杯煽ってくるんだ。そう。もう。どうだった今日一日。楽しかった。あれってかなんか閉店気味になったね、君にさっき。この子入ってくる、うん、話しづらいから一回忘れていい？一回忘れる。ひどいね。最低だよ。シンプルに、うん、一旦見てて、ずっと普通に話そうじゃん。いいよ、俺とガックの話しよう。彼いろいろ考えてドライブしながら話してくれてる人って勝手に何も考えないで送ってもらって。何も考えたわけじゃない。空っぽの人間。誰が空っぽの人間。片や夜中。最近何ハマってる？ん？ドライブ以外。車好きだよね。うん。え、もうドライブで車出すんですか？ドライブとして。あ、もちろん。なんか なんかさ、何もない時もやったりしてんだもんね。何もない時もやる。ちょっとすっきりしたりとかね。あ、じゃあ本当に好きなの？車でこう。どこまで行くんですか？だって。一人で考えたり。まあでも、高速乗って帰ってくる、行って帰ってくるだけでも結構。なんか高速乗って言ってたよね、よく。そうそう。よく友達とは、こうやって車乗って。話すんだ。うん、いろんなとこ。ただ走るだけなんですけど。車の、そうだ、行き先を決めずに、うん、で、なんかなんとなく、スッキリしたら、そうそうそう、帰る。なんか、どうなんだろう。いや、ガクトってさ、ちゃんと自分のさ、なんか、分かってる。自分がこうしたらいい。っていうか、めっちゃ分析できてる。いや、違う、別になんか、逃げてるだけだと思う。嫌なことが。いや、そんなことないでしょ。でも自分の中でそれがさ、ちゃんとなってる。例えば夜中に、深夜2時に車を走らせることで、うん、自分の中で整理したりとか、ラジオ聞いたりして好きできてるでしょ。でも例えばさ、そこでさ、誰かから誘いを受けたりさ、俺は多分ドライブを優先することも多いのよ。まあ、それは別にいいんじゃないですか、自分の中で。ああ、例えば、行ってみようかなにはならない。そうそう、だからどっち、それはさ、人によるじゃないですか。まあ、確かに。呼ばれてたら、まあ、ちょっと行こうかな、みたいな。ってなる人もいると思うけど、俺は、やっぱその、自分の中で大きいものがやっぱいっぱいあって。人からしたら、そっち優先するのって思われるようなことも、自分にとっては結構大事だったりするかもしれないし。いいなって思った。俺あんま一人の時間があんま得意じゃないと得意じゃない。ああ、そうなんだ。何していいかわかんない、一人。まあまあね。そう、うん、本当にこれ俺本当コロナ禍になって初めて気づいたんだけどさ、うん、一人でなんかよく言ってるの、俺サバイバル生活とかゾンビが出てきたら、うん、俺最初に噛まれて一緒にこうやって歩きたいの。ゾンビが多数側になりたいんだね。というかなんかこっちの方が楽しいんじゃねえかと思うんじゃない。一人で孤独でさ逃げ回ってさ辛い思いをするより、え、これ先にゾンビ側行ってみんなでこうやって追いかけて楽しそうじゃん、みんな。で、仲間増やしてくんだよ。っていう側なんだよ。面白いね。そういうゾンビ側を。だってさ、ずっと一緒に歩くんだよ、って。好き誰仲間にするって言うんだ。で、噛んだら、こいつ仲間なんだよ。めっちゃ楽しそうじゃん。なんか感情があればで俺ら3人多分思いながら、ね、まあそっか、まあでもまあ別にゾンビに限らずね、うん、なんかそういうなんでもね。逆にさ
ゆうやは何でその喜びを取得するの？ああ、いい話だこれ。一番いい。今日のさ、このアフタートークずっとなんか真面目な話だ。一番いい、いい回だと思う。なんでごまかそうとしてんの話そらそうとすんの編集で何なんですか人生の中に自分のこれをなんかないのそういう自分の中で自分の中で一番楽しい時、うん、楽しい時っていうかなんかでも結構ねやっぱそのコミュニケーションはすごい大事なタイプでしょうんそうだな、うん、なんかそういうのは好きというか、うん楽しいなって思うタイプ、うん、あでも俺も人間だからさ別に面倒くさいなって思ってもらうし全然大変だなって思ってもあるけどそういう時ってさ、うん、自分のその大変だな嫌だなっていう気持ちとさ行くかっていう気持ちとさどっちを優先するとだからやっぱ行くお互いもうとりあえず行くそれなんでそうですよ今さっき言った行ったら何かあるかもしれないと思ってなんか楽しいことが多分なんかあるのかな前もそう、なんか一回あったんだよ。全然もうめっちゃ前、大学の時、うん。なんか苦手な人がいて、うん、もう全然。今もめちゃ仲良くなった人、うん、この人と会うと、絶対めんどくさいなって思ってた、うん、まあでも行くかってなって、うん。でもそれは割と俺の思い込みなんていうの、その一回そう思うとさ、うん、どん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 時間が経つと、自分の中で勝手にもっと悪くなってんのよ。最初こんくらいだったのに。ああ、わかる。わかる？うん。一回断、なんていうの、一回こうだと思うと、なんか時間が経ったらなんか、そうなんだね。めっちゃ嫌な人みたいになる自分の中で。合わないと特にそうなる。そう。いや、絶対行きたくないと思ったんだけど、行きなよみたいになって行ったら、うん、めちゃめちゃ楽しかった。だから、これくらいだったから、うん、俺勝手にこんなんなってたから、ええ、めちゃめちゃいい人じゃん。めちゃ楽しいじゃん、みたいになって、そっから、ああ、確かに。とりあえず行くのあるなんか全然知らなかったことですよ、うん、あとなんかそういう席じゃないとわからないことあるじゃん話せないこともさうん、まあ確かにそうそうそう裏をこう渾身しているみたいなだって、うん、なんか俺は結構お得だなというか面白いな、うん、それが楽しくてたまらない、うん、新たな発見とかめっちゃ気になっちゃうでもそういう人はめっちゃ羨ましいなとも思う自分でもほんと結構あるよお風呂も入ってとか例えばまあそれでも行くのいやまあたまにいやたまにとかいやうんまあ結構行くでしょ行くタイプとりあえず10あればいくつ行くよ7行くんだね風呂入ってても風呂入ってもこうなってても違うでも鍵さえ開けちゃえばもう行くしかないから鍵開けるまでいや、めっちゃ俺も葛藤あるよ、それは。でも7行くんでしょでもじゃあ次の日朝ちょっと待って行かないけど、うん、その、なんていうの、まあ、理由が仕事だとか予定があるとか、なんかチェックがあるとかじゃなくてよ。うん、何にもなくて風呂入っただけだったら。うん、でも確かに広瀬さんがさっき言ってたのはわかるわ。そのやっぱ合わないと勝手になんか嫌なところが増幅されてる。広がってかなって。イメージがね。そう。何されたわけですよ。マジでわかる。心象が悪くなるよね。うん、合ってないだけなのさ。言えば言うたびに、なんかどんどんさ、いやそうやっぱ発音するとさ、一気にさ自分の中でもさ悪い評価が上がるよね。事実は変わんないの。そう、同じ事実を話し続けるとさ、評価が変わるよ、ね。やっぱいいこと、で逆を返すとさ、いいことやっぱさ、じゃあめっちゃいい人だと思うね。ガクトディアさんで、ガクトディアさんも言い続けるの。言ってみてよ。確かに。ガクトディアさん。だから逆にやだ。ガクトディアさん。逆にやだ。思い込めてさ、俺がおかしいじゃん。なんか思い込まないと好きになれないみたいなさ。まあ結構喋ったからだいぶもうなんか変な話しちゃったねごめんありがとういや別に楽しかったでも楽しかったあそうだ毎回聞いてる最後に、またいいねの今鼻で笑った食うわけねえじゃんの鼻の笑いですよねまた、ロケロケあえてね限定なのロケ限定プレゼンでもいいですやりたいロケがあったらもう叶えますよっていうか俺でもなんかその割と性に合ってると思ってて今日みたいな感じというかなんて言うんでしょう俺普段からこう計画立てずにあっちはこっちやってすいません本当計画いや違う違うあっちはこっちやってごめんいやすいません計画立てずにあっちはこっちや計画に振り回してるでもそれが別に俺は好きなタイプだから、まあこっちきっちりよりそうなんかこう思うのよ割とさロケとか行くとさこの時間にはここに行ってここ何をして何を食べてこの時間にはもう出ましょうみたいななんかそういうのが多いじゃん基本的にはさ、まあね、この業界しっかりそうそうそう
作られてますよね。なんかそれが常識みたいになってるけど、だけど俺はこういうのもいいんじゃないかって思うのよ。だから考えてないだけですよ。いやでもそれがね、逆に苦手ね。俺らと思想が同じなんだすごいね、マイナスをなんかすごい、いやマイナスじゃないと思う。そもプラスなように言ってくださる。広瀬さん、心象が悪くなってんだろう。あー確かに、本当は俺が自分で言ってたんだ。そういや、だっておかしいよ、絶対こう歩いて、あれないな、あれいいや、もうあれと次どうするみたいな。それはさ、いいよ、違う。でも逆にさ、俺も適当に、俺もって言ったらもうみたいになっちゃうから。適当です。されもみんなが適当に。適当ですよ。いや、俺ね。確かに、ガクとそういうとこあるよ。めちゃくちゃ適当人間だから。きっちりかっちり好きじゃないもんね。マイペースだもんね。だから、逆にハプニングが起こって、こういうことがある、逆になんかこう、わけわかんないことしちゃったみたいな方が俺は好きなの。面白いって思うし。じゃあ、内向きですね、完全に。そうだから初めてだね、3年やって。なんかさ、アテンドされてさ、あ、すいません、これ持ちますんでとか、そういう、なんかそういうのもういいと思っちゃう。すいません、何も持たせない。いや、違う違う。だから言うためにそう言うけど、違うのよ。あっちゃこっちゃ痛いの、だから持たずに。申し訳ないね。申し訳ない。マジで、そういうの、俺は、得意じゃないから。やめろ、ほんとに。そうね、だからその、きちきち、怖い。そうそうそう。ありがとうございます。なんか、いいと思う、そういうのじゃなくて。じゃあ、ぜひ。だから楽しかった、そういう意味で。次、やっぱ山登りぐらい。いや、いいよ。でも確かに、そのぐらいの方がいいなって思ったもん。なんか、無計画っていいじゃない。おぉ、いいね。無計画でいいじゃない。自信が湧いてくる。番組ね、変えたいね。広瀬優の無計画でいいじゃない。あれ〇〇っていいんじゃなくて、無計画でいいじゃない。じゃあ、でも嬉しいわ。なんかすごい。その言葉、ありがたいっす、我々は。じゃあまた次回もいいですか。うん、もちろん。じゃあガクトリュードライブ、いい夜景スポット知ってるよ。お、決まったね。じゃあぜひ次はドライブでお会いしましょう。ありがとう。よし、いや、こちらこそ呼んでくれてありがとう。楽しかった。じゃあこの番組が良かったと思う人はぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今年も2024年も、いいねをぜひよろしくお願いいたします。ということで、バイバイ、ありがとう。最後だ。